こんにちは。作業療法士の沖野です。今日はですね、シニアの方に向けてお家で楽しくできる有酸素運動っていうのをお伝えしていきたいと思います。どうしてもですね、最近運動不足だなとか、あとは有酸素運動というと生活習慣病予防にもとても大事な運動になりますので、ちょっと血糖値が高い方とかですね、高血圧気になる方はぜひ一緒に僕と運動していきましょう。それでは早速運動参りましょう。まず一つ目は肩に手を当てていただいて、足踏みをしながら肩回しをしていきましょう。では肩回し10回いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ではそのまま反対回しです。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ではそのまま足踏みは止めないで次の運動に参ります。では次はですね、手を斜め前ですね、このように斜め前に出していただいたら、ここから肘を下に、斜め下に引いて戻すと動かしていきます。では足踏みに合わせながらいきましょう。せーの、1、戻して、2、戻して、3、戻して、4、5、しっかり背中にギュッと寄せて、6、7、8、9。ではラスト10で戻しましょう。さあ足踏みはそのままですよ。さあそしたらですね、今度はこのようにですね、手を構えていただいたら、上にですね、上げて上げて交互に上げていきましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9。もう一回いきますよ。10、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9。ギュッと戻しましょう。さあ足踏みそのままで次の項目ですね。さあ次はですね、このように背中の方で手を叩いていきます。これですね。でこれですね、大事なのがお尻のところでこうやって手を叩かない、ちょっと腕を後ろに引いてこの位置で叩いていきましょう。はい、しっかり腕を後ろに引くことを意識してやってみましょう。はい、では腕を後ろに引いて、そしてですね、このように1、2、3とこのぐらいのペースでいきましょう。肩痛い方とかなかなか手が届かない方は無理せず、届くようにですね、近づけるだけでも OK。 では後ろで手を叩く運動ですね、いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9。はい、戻しましょう。結構腕の方とか背中の効いてくると思います。はい、皆さんお疲れ様でした。このようにですね、体を動かし続けながらしっかりといろんな部位をですね、動かすことで筋肉に酸素と栄養を行き届かせてですね、代謝も上げて、そして高血圧とか、あとは血糖値を下げるとか、それで生活習慣病をしっかり予防できますので、こういったですね、簡単なところからでもいいのでぜひチャレンジしてみてください。やはり体を動かし続けるというのがですね、大事になってきます。散歩するとかももちろんいいんですけど、やっぱり猛暑の時とかね、もう外出ることが危ない時もありますので、そういう時とか、お家にどうしても、いる時間が長い時はですね、こういった運動を代用して、ぜひ有酸素運動をやっていただきたいと思います。はい、このようにですね、健康に役立つ運動方法をこれからもどんどんご紹介していきますので、ご興味ある方はこちらのチャンネル登録をしていただくと、新しい投稿が届きやすくなります。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。